ファシリテーション総論を担当いたします。教育ファシリテーション研究所、聖佐大学の三立真美と申します。よろしくお願いいたします。ファシリテーション動画4本の全体構成となります。本動画はこの1番ファシリテーション総論になります。ファシリテーション総論の目次はご覧の通りとなります。 まず第一に、今なぜファシリテーションが必要なのか、簡単にご説明していきます。こちらは去年の6月に文部科学大臣が記者会見で述べられた言葉の引用ですけれども、ここで、校長には教員ときちんと話し合いながら、その教員の資質や能力を把握することが一層求められるという言葉がありました。 これが実際の指針改定案のポイントですけれども、ここにファシリテーション能力という言葉が明記されています。それではファシリテーションとは一体どういうものであるか、先ほどの指針の最終的に公表されたものからご紹介していきたいと思います。黄色のハイライトを次のスライドで拡大してお見せします。ファシリテーションとは 学校内外の関係者の相互作用により学校の教育力を最大化していくことと書かれています。ここで大事なキーワードは学校内外の関係者の相互作用そして学校の教育力ということです。 これは具体的な形にしますと、相互作用というのは実際に関係者が話し合いを行う、会議を行うということに他なりません。学校の教育力というのは、そのような話し合いが成果がもたらされるものであること、また授業の成果がもたらされること、このように読み解くことができます。 今申し上げたように話し合い会議が相互作用としては大事なわけですけれどもこれがうまくいかないということが多々あるというのも実際の現場では見られています具体的には話し合いをしているのに意見が出ない声の大きい人の意見が通る話し合いが迷走する目的が達成されない会議がだらだら終わらないこのようなことが 話し合いの問題としてよく挙げられます。これは教育現場以外でもビジネスの世界でも同じように起こっております。これは成り行き任せの話し合いだから故です。そしてこれらはすべてプロセスの問題として捉えることができます。ごくごく簡単に言いますと成り行き任せ これはプロセスに無頓着。それに対して場を整える。これはプロセスに注意を払うということになります。簡単に言いますと、プロセスを整えることがファシリテーションと言えます。そしてこれを行う、つまりプロセスを整える人をファシリテーターと表することができます。 プロセスというのは目に見えづらいので少し比喩的にお示ししていきたいと思います土地もこのように成り行き任せつまりプロセスに無頓着ですと荒れたようになってしまいますきちっと場を整えてつまりプロセスに注意を払っていくことでこのようなきれいなお花が咲くこれは成り行き任せでは絶対にもたらされない 状態ですこうやることで実りがもたらされるまあ、少し可視化してお示ししました改めてジャスティスらの定義をご紹介したいと思いますファシリテーションは英語でファシリテートの名詞形つまり促進する容易にするというものの名詞形として捉えております ジャスティスの定義ではグループの構成メンバーやプロセスをデザインしマネジメントすることこれはグループが作業をするのを支援し共同作業を行うときにありがちな問題を最小限にするものと言われています。ここで共同作業を行うにありがちな問題というのがまさに先ほどご紹介したこのような問題にほかなりません。 そこれらをファシリテーションで解決していこうというわけですここまで何度もプロセスという言葉が出てきましたファシリテーションというと必ず出てくるのがこのプロセスという言葉ですプロセスという言葉をコンテンツと対比しながらご紹介していきたいと思いますわかりやすい例ですが授業で同じ内容を教えている場合でも 教え方が左の先生のように上手な先生と右の先生のようにあまり上手でない先生がいらっしゃいます。これはその流れ、プロセスが違うため、これを整理して言いますと、教えている内容をコンテンツ、まあ、英語で言いますと、What to Teach。そして教え方をプロセス、これを過程、How to Teach とこのように捉えることができます。 これを話し合い場面に転用しますと、コンテンツとは話し合っている内容になります。英語で言いますと、what to discuss。プロセスは話し合いの過程、how to discuss。つまり話し合いがどのように流れているかということになります。 何を話し合っているかには多くの方は目を向けていますがそれがどのように話し合われているかというプロセスについては多くの場合目を向けていることがありません。このことについては各論の方でさらに詳ししくお伝えしていいいきたいと思いますそれではファシリテーションとは教育とどのように関係するのかこれを簡単にご説明したいと思います。 こちらは津村先生たちが整理された教育者の4つののつタイプの図ですこちらの図にありますように横軸のようにコンテンツに重きを置いている場合とプロセスに重きを置いている場合の軸それから縦軸のように参加対話に重きを置いている場合と伝達指示型になっている場合この2軸で 教育者を4つに分けたものです左下の「教授者」というのがいわゆる一方通行講義型講義内容を伝達するタイプの教育者そしてその対局の右上にありますファシリテーターがプロセスに重きを置きそして参加対話を促すというものになります。このようにお伝えしますと 一方通行抗議型が何やか悪者で参加対話がいいというような,なんか二項対立になりがちなわけなんですけれども決してそういうわけではなく教育活動の中で目的や活動に応じてこれらの4つをうまく使い分けていく今どの役割を自分が行っているのかをきちんと意識して行っていくというための整理の図です。 この中でもファシリテーターファシリテーションを行いながら教育を行うということがこのように整理されているわけです総論の5つ目としては実際にファシリテーションを行う時に大切な3つのキーワードをご紹介したいと思いますこれは Y 根拠を持って行動する常にその活動の意味目的を考えながら行動すること 2番目がプロセスを見る今回の総論でも繰り返しお伝えしてきました。ファシシリテーションというときには必ずこのプロセスを見るということが基本になります。3番目のの安安心・安全な場の確保ということについてはこれはなぜファシリテーションを行うかというときにそれはすなわちその場が発言しても非難批判されたりしない。 安心で安全であるということを担保していくということが目的となっているからですこれらの詳細については各論一の方で具体的に動画などを使いしながらお示ししていきたいと思います最後の実践課題ですファシリテーションは実践していただいて体験していただくことが大事です今回は 皆様がこれまで何度も行っていらっしゃるであろう自己紹介という馴染みのある活動を取り上げてプロセスの見直しをしていただくことを提案しております一として成り行き任せの自己紹介の例は参加者が集まったときにはい、では今日は皆様初めてお集まりなので自己紹介していきましょうこのような形で始まるものですねそして プロセスを整えた自己紹介の一例ですけれども、今お示ししているように、まず紙にご自分の名前や所属え、これは授業で使ったものの例ですので、なぜこの授業、あるいは研修を受講しているのか、2番にはファシリテーションをどのくらい使っていらっしゃるのか、3番、仕事上のやりがい、4番、 好きな季節とその理由といったここのテーマはそれぞれの場面に応じて設定していただければ良いものですけれども、まあ、テーマを決めてまず白い紙にこのように区切って自分でこの答えを書いていただいて書き終わった後この紙をお互いに見せ合って発表するというやり方です。皆様も この後行う自己紹介でもし機会があればこの2番を行ってみていただいて1番のやり方と何が違うかぜひ振り返ってみていただければと思いますその時の見直しのフレームとして成り行き任せの自己紹介プロセスを整えた自己紹介それぞれで発表する時聞いている時どのような感じであったか このように細かく振り返ると違いがよくわかるかと思います。この解説は角論1の動画の中で行いますので是非皆様そちらもご覧ください。ファシリテーション総論ではこちらの6つをお話ししてきました。総論の引用文献はご覧のとおりとなります。動画の全体構成はこちらの4つとなっております。 それではファシリテーション各論1でまたお会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。